あなんかもううるうるして。あんまりおいしがです。今日はもう本当に私の21回目の誕生日を祝っていただ <laughs> Thank you so much for celebrating my birthday. <laughs> もう来年もちなみに21回目ですから。<laughs> so、next year is the 20, my 21st birthday. <laughs> はい、本当にあの大切な時間をね本当にこう私のために使っていただいてありがとうございます。ででででも一一番番期待しししててほほいいのののは神様様言葉ですすす <laughs> イエス様だけが一番本当にをっから女性の皆さん And so, ladies, 今週金曜日来てくだださいい女性だけの集ままりりですよ何が起こるか分かかせんもしかしたら <laughs>、はい、皆さん楽しみましょうね。 それでは今日私メッセージさせていただきたいと思います。So like えー、7月に入りましたね。July, right? はい、えー、梅雨が明け。 皆さん、今年もう半分来てしまいました。今年のテーマ覚えてますか his のちょっと隣の人に初めての人にはこういうテーマだよって教えてあげてください。The <あ> 次はようですルこの最初の3章14節にある愛による奇跡というのは今年のテーマです taken from、はい。ですから7月は今日はもう一度この最初のビジョンに帰りたいと思います。皆さんのこの愛による奇跡は まだ怒ってないないいう人いると思うね happened yet this year、まあ、諦めてはいけません But you give up.、ね。これから始まりますよ。ですからことこ今月はこの,この最初から。 今日は一生からお話ししたいと思います。So、1. 1> えっと、それは今日のテーマはこれですね。目の前にある福音の恵みというテーマでお話ししたいと思います。ね、目の前にある福音の恵み。 It's the grace of the gospel that we have. It's Our series is the overflowing life. We don't want to just be filled, we want to overflow, right? We want to be filled with love and then overflow with it. カラカラじゃなくて。カラカラじゃなくて、道溢れたいですね。You 今私、私、ハグ逃げてましたけど、ジョ <So, S 1> ですからね。earlier I was running away from his hug. That's a joke. Don't worry.、ね、皆さん、ねね、希望に道溢れたいですよね。そ、so、<Yeah. S 2> う、夢に道あふれたいです。そしてこの夏バテしないで力に私、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  溢れたいですよねですから私が伝えたのはこの福音にまず道溢れるということを話したいですではこの際の一章の一章なんですけどまず前半読みますね6節と13から17です、はいえー、この福音は あなた方が神の恵みを聞きそれを本当に理解した時以来あなたの間で見られる通りの勢いをを持って世界中で身を結び広がり続けています福音」はそのようにして私たちに届いているのです神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する「御子」の支配の中に移してくださいました。 この御子のうちにあって私たちはあがないすなわち罪の許しを得ています御子は見えない神の形であり作られたすべてのものより先に生まれたからですなぜなら万物は御子にあって作られたからです天にあるもの地にあるもの見えるものも見えないものも王座も主権も支配も権威もすべてイエス・キリストにあって作られたのです万物は御子によって作られ 巫女のために私たちは作られたのです巫女は万物よりも先に存在し万物は巫女にあって作られたのですアーメン、so、6節読みます Um, the gospel that's come to you in the same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it's been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. For he's rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. In him, all things were created things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created. まず一つ目のポイントはもうテーマと一緒です。目の前にある本当の福音の恵みを理解してほしいんです。皆さん、人生どうやって生きるかってみんな悩んだことあると思います。 ね、ハウトゥー本が世間にはいっぱいあります、so、about, you know, 私は小学校の時からこれをばっかりを悩んでました when, when student, でも15歳で教会に来て

As it said in verse six, it says, "The gospel's bearing fruit and growing in Japanese adds with power throughout the whole world as it's been doing since the day you heard it and truly understood God's grace And at the end of this chapter, um, Paul writes that, "I'm living for this gospel How, What does it mean to live for the gospel." 楽じゃないことたくさんありますね, <laughs> ね私たちの人生には悩みや問題というのはつきものですよね。だから私たちそれが嫌で早く解決しようと思いませんか早くこの問題を解決してすっきりしたい。ね、もうこの問題嫌 I like、this issue. これさえなかったら私はもっといい人なのに。Be ある人はこの病気さえなかったら私はもっといろんなことができるのに Maybe some people think, if I。人は問題を起こることにとても怯えます。もちろんないことに越したことはないですけど。 人間はついつい目の前にあることについつい心が捉えられてしまいます。Eyes, right ね、でも聖書はどう言ってるかというと聖書は、ね、ちょっと現実を言うと <laughs> <laughs>、ね、終わりの時には いろんな戦争は起こります、ね。争いは絶えません。そう地震は起こります。そして人間関係どうなっていくか。 And how will end up? 愛が冷えていくって書いてます。各、ね、日曜日、教会来たのにこんなこと聞きたくないよね。<laughs> to to this, でも聖書は本当にリアルな書物です。私たちそういう問題はいつもあります。でも私たちその時にどうして生きていきますか 私は素早く問題解決して平安が欲しい。でも聖書はそうは言ってないんです、ね。素早い解決策で平安を得るんじゃなくて、福音の中に平安を見つけるということです。Problems, so、私は思うんです。 あの安心っていうのは人間からもらえるものです。安心っていうのは心に来るものです。でも平安っていうのは神がくださるものです。違うんです安。安心と平安は違います。 平安は私たちの魂に来るものです。これが問題のが起こった時に私たちはついつい解決して平安を得ようとする。もちろんね、それは大事なことです。でも、パウロは言っています、この私たちが問題がある時にどうしてもね力がなくなるよね。 な you know, なんかこの問題がが足を引っ張るるような気がする、like、でも、パウロは言っていますこの福音を本当に理解したら、あなたに勢いをもたらすって。でも、福音を本当に理解したら、あなたにせるってあなたの人生に says, grace, 福音を本当に理解したら。ら その福音が広がり成長し続けると書いています。さあ福音とは何でしょうローマ3の8の38、39私は告白して信しています死も命も見つかいも敬意も今あるものも後にあるものも力あるものも高さも深さもその他どんな秘蔵物も私たち主イエス・キリストにある神の愛 amen it says in romans eight thirty eight to thirty nine I'm convinced that neither life nor death nor angels nor demons, neither the present nor the future, any powers neither height nor depth or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that's in Christ Jesus our Lord we look at these are all problems death or struggles その,中そ,その問題の中にいるときに、私たちはキリストから離れそうになってしまいますか違うんです。私たちを話すものは、その問題ではないんです。私たちはこの問題の中で、福音を見いだすときに力を持つことができるんです。私はね、ちょっと。 あのこの指気になる方いらっしゃると思うので、先にちょっとお話しきます。<laughs> 先先週の火曜日、これ、あのカミソリで肉をごそっと切っちゃったんです。<laughs> もうすごい血が出て、傷を見るのが怖くて。 カミソリを見たらお肉がこうやって乗ってて乗ましたやばいことが多かったそれ夜中朝, <Yeah. S 2> 朝の朝の1時 1> It was in the morning. いや卓声火曜日の夜終わって。 And so uh, I finished um, our tuxi, our Bible school on Tuesday morning. and I just had so much like adrenaline. <laughs> <laughs> and I was just so like pumped up as I was like taking a bath. <laughs> and I had taken off my contacts, so I couldn't see, and that's when I used the razor, and it just <laughs> yeah. すぐ急病院行って、so ね、私たち何が、何が言いたいかというと、その先生にねあのその日の授業は感謝しようというメッセージ。私、これやったの2回目なんですよ。Done something でも、どういう処置をするか分かってるんです。知ってます、これ、切ったときどういう処置するか。

I was like, I taught today in my class that we should give thanks. So said, あの、And he asked me, he was like, Can you move your finger? I was like, I can move my finger, thank you, Jesus. Oh. And he was like, Oh, it's great that you didn't cut the bone. So, not And I was like, yes, that's right, thank you, Jesus. 私たちこれさえなかったら感謝できると思う。力がなんか元気だからいなんか私感謝できると思いやすい。そうじゃないんです。そういう問題や課題の中でこそ見つけられるものが福音の恵みなんです。だからいつもいつも皆さんの人生の目の前にイエス様を置いてほしい。

置き換えてください Today,、like ね、皆さん、福音と出会う場所は実は礼拝の中で福音と出会えるんです。皆さん、今礼拝しましたね。

宝塚めっちゃ嬉しい <laughs> でもそれ以上に皆さん福音によって私たちイエス様に愛されていることに喜んでほしいです <laughs> 無条件で愛されるこれが福音ですそしてこの福音を持つ時に勢いをあなたにもたらします <laughs> だから礼拝の中で本当に目を閉じてイエス様だけに没頭して 見てくださいその問題が小さく見えます。Yes 様が大きく見えます。Jesus will be bigger. これがクリスチャンですよ。これがクリスチャンです。だから福音によって私たち力を持ってほしい、ねここれ。私のすごい力を持ってほしい。 握力って実は左手10ぐらいしかないんですよ。かか弱いでしょか、really, really、弱いって言って。<laughs> ってでもこんな指に傷があったらほとんど握力ないですよ。And if I, since I 相当みんなが鍛えてもダンベル上げるのって200キロぐらいでしょ you know, a lot of people, そんなあげれんそんなあげれちょっとわからん,ねんけど Sorry, I I、really、lifting, 私たち鍛えて力をもたらす力を持って生きるんじゃないんです power, イエス様の愛を知って知って力を受けるんです皆さん福音にいつも帰ってくださいさ今日福音に帰ってね

私たちは暗闇の圧迫から救い出された。We もう圧迫ほど嫌なものはないです。As, um, 私、実は地下鉄恐怖症になっちゃったんです。Actually, um, もう一回満員電車に乗って息ができなくなって飛び降りたことがあるんですよ。 Breathe. 人が,人がこう前に来るともう怖くなって火汗が出るようになっちゃった。誰も,誰も私に何もしないけどこのなんかこうもう無意識のうちの圧迫にすごい怯えるようになっちゃったんですね。でも,こうもう13節読んでほしい、パウロはこう言っています。神は私たちを暗闇の圧勢から作り出し 愛する巫女の支配の中に移してくださったと書いてます。あめん。But in Colossians and verse 16, it says, He's rescued us from the dominion or the oppression of darkness and brought us into the kingdom of the sun. 皆さんのね住んでいる町は、暗闇の圧生じゃなくて、キリストの中に住んでいるんですよと書いてます。いわゆる住所は、名古屋市、天白区、 It means that your address is not Nagoya City Tenpaku Ward uh, street of oppression. So Nagoya It's not Nagoya Osu Ward uh, oppression street. It says that we live in Nagoya Tempaku Ward, the street of liberty. It says that we live on the street of grace. 恵み町に住んでいるということは平和があるはずです。圧迫町に住んでいたらそれはそれは苦しいですよ。皆さんの所在地どこですか、ね、私たち いつもどこに住んでいるか本当に思い起こしてください。ね、私たちでもこの世の中本当にさまざまな圧迫の中にいますよね。World, right? 例えば競争という圧迫の中にいます。ね、アダムといえばは神様のすべてのものをいただけたのに、ね、本当に一つしちゃいけないということをしました。 アダムとイえはその一つを取ったんです。しちゃいけないというものを選んじゃったんです。なぜでしょうか神になりたかったんです。悪魔がそそのかした声に同意しちゃったんです。私たちは私たち。 何かこう本当にこう弱さを克服して競争に勝ってでねこ,れこれを何か本当に良いことだとしがちです。私たち無条件で愛されて救われているんですよ。何に勝たないといけないんでしょうか。 許されて救われにているのにです。私たちは神様と戦う必要平安をいただいてるはずですか。We saved, 私たちはもう神様と和解しに平安をいただいているはずです。ね、クリスチャンになって救わだているはにまだ一部の人はさらとスーパークリスチャンになろうとしている people, you know, saved, もっとちは

この世の中には競争ばっかりです。社会に出たら競争ばっかりです。World, でも、教会の中に競争を持ってきちゃいけない。Is, 教会の中に競争はいりません。愛し合うんです。許し合うんです。<laughs> <laughs> ね ちょっと変わった人がいるかもしれない <laughs> 私もすごい変わってるらしいよ <laughs>、ね、いいじゃないですか <laughs> え神様の傑作品 隣の人もそうです。比べるという世界から解放されてほしいです。これは暗闇の圧迫です、ね。感謝のない人生は本当に寂しい人生です。アロンが、ね、オーストラリアに行きましたけど、ね、皆さん祈ってくれてありがとうございます。ただ、本当にここまで簡単じゃなかったんです。 彼は10個ほど大学を受けました。で、えー、東京しか行かないということでした。Said, to to Tokyo, so、そして、英判定をもらってる大学があったんです。To to. で、先生の太鼓判がありました。 塾の先生の太鼓判もありました。でも、チャレンジしようっていろんな大学を受けたんです。でも、どん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 彼は暗くなっていきます。ああ、ダメだった。 ダメだった。ダメだった。そして最終的にその A 判定の2つもダメだったんです。もう本当にそばで見てて書ける言葉がありませんでした。でも私が唯一書けた言葉は、イ e ス様見上げを。 Fix our eyes on Jesus. いつでもイエス様を見上げる。これだけを絶対嘆、問題によって嘆いてやめちゃいけない。そして、東京の最後の受験日もそのように祈りました。Tokyo, well. で、ご飯食べる時も、もう食器の音しかしない。 もう本当にシリアスでした <laughs> で結果すべてが閉じたんです本当にこの時に私たちもうねもう本当にこう競争社会ってもう本当に大変だと思いましたプレッシャーって本当に大変だと思いましたでも 閉じた時に神が次のドアを開いてくれました。閉じるということは悪いことなんでしょうか閉じるって悪いことでしょうか私は本当にこのことから学んだんです。神の御心なら閉じる。<laughs> 神の御心なら開く。S s will, そして本本人はもう本当に 昨日おとついですね車に乗った途端もう泣き出すんですよ私も絶対泣かないと思ったけどアロンが先に泣いて私も車の中で泣いてインスタのストーリーに5歳から19歳までのこの家ありがとうとか言われたらもう泣けてきて <laughs> 1>,、ね、1年だったらまああれだけどやっぱ4年っていう長い ね、時間が私た。ち本当に寂しくさせますでも彼がこう言いました。僕は本当に感謝してる。僕はこれから一対一で神様ともっと出会える。私の願いはただこれだけでした。一対一で主と出会う。

And that's where we need to find Jesus who's full of peace. And so I want us to be freed from this oppression. Of and the next kind of um, oppression we have is pressure. It's a pressure of be perfect. Be great. Succeed. And do it quick. ね、これって本当に日本社会ですよね。Like. 皆さんそう言われてなくても自分でそういうものを背負ってないですか、no you, you ね、人生焦ってませんか早く就職がゲットできないか、ね、その時に福音をあなたの中心に持ってきてください。Time, 聖書は何て言ってるのかすべて重荷を負ってる人は。 私のところに来なさい。Says, burdens, もしあなたが重荷を負ってるならどこに行くんでしょう、so、burdens, 彼氏でしょうか人でしょうか皆さん、いつの間にか私たちはここに大きな重荷を背負っています。イエス様も言いました、私のところに来て。Said, 今日、だから来たんですよね。 今日だから来たんですよね。だったら重荷を下ろしてください。そしてここ,にここから出るとき、皆さんの顔が輝くはずです。そして肩こりが治ってるはずです。重い足取りが軽くなってるはずです。Your feet should feel lighter. みんな笑顔があるはずです。You should be smiling. を信じるとということはこはのプレッシャーから解放されるん、ですよ皆さ,ん皆さんイエス様信じてもっとプレッシャーに押しつぶされないでください。イエス様信じたらもっともっといらないものが取られていっていいんですよ。ね、皆さん、プレッシャーいらないよね。 イエス様のところに置いて帰ってください。So、もう一つの圧迫は、不十分だから変わりなさいという圧迫です。Kind of もう一度言います。<more> 皆さんは足りない人じゃないです。You you 何かを付け出さないといけない人じゃないです。Be ね、神様の最高傑作品。S. <S ワイズです。 ザ・ワイズ・カフェ。You are special! Wise because you are special. どうぞ平日1階にお越しください sometime, あの。インスタでタグ付けお願いします。I mean, メニューも新しくなりました。すぐに提供します。Anyways, 皆さん、あなた、You are special ですよ。You are special。ね、だから自分を見て日が。

Amen. it says in verse 22 that he's reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight without blemish and free from accusation It says here that you are holy Men you are holy Women, you're beautiful. and women you don't have scars. 誰かに傷を負わされたかもしれない。でも、イエス様のところに逃げてきてください。その傷は癒されます。そして、その傷跡までないものになります。私たちはそういうふうにされるんです、イエス様にあって。皆さん。 ちょっともうちょっと笑顔になってもいいと思いますよ。<laughs> えー、この福音に感動してほしい。<laughs> 皆さん、人生の中、真ん中に自分の仕事自分、自分が真ん中ないですか <laughs> 福音、あの辺に。あの

その時あなたは圧迫から解放されます。本当に圧迫のない世界にイエス様を連れて行ってくれます。それは人を恐れない力強いものです。私たちを話すイエス様の愛から話すものは何一つないんですよ。ヨハネの大事の手紙2章。私の子供たちは 私がこういうのもあなた方について罪から離れてほしいからです。しかしもし罪を犯したとしても父なる神の前でイエスはあなたを弁護します。 イエスはあなたを弁護します。イエスはあなたの罪だけじゃなく、全世界の罪に対する神の怒りを全部引き受けてくれた。た全世界の神の神怒りを It says that Jesus took God's wrath against the whole world on himself. 皆さんに伝えたいです、like、もし何か責められている人があるなら、イエス様信じてください。Today, イエス様があなたを弁護します。あなたは素晴らしいと弁護します。Say, あなたは神の素晴らしい最高傑作員だと弁護してくれるんです。この人には罪はないんです。Say, no、な,ぜなぜですか <Why? S 2> 私が死んだからです。私が死んだからです。 これが福音です。This is what the これがクリスチャン生活ですよ。皆さん、クリスチャン生活してますか、really、福音横に置かないで、ね。私たち、この神の愛の中に生きる時こそ、圧迫から解放されます。God, イエス様からの平安をもらってください。 これはこの世が与えるものと違います,す。そのために日曜日、皆さん、ここ集まっています。暇だからじゃないです。主と出会ってください。 Because here to meet the 昨日より今日イエス様の福音に感動してほしいです。それがあなたに勢いをもたらします。皆さん、隣の人に言ってください。あなた、祝福町に住んでますよ。Street. <laughs> 圧迫町じゃないですよって <laughs>。 ね区役所行って書き直してきてください <laughs>。So、<laughs> 本当にそんな感じです私、私、really like、そして最後、3つ目です。Okay, 私たちは何のために生きるのか。私たちはこの福音に使えるために生きるんです。いや、シンプルです。So、私たちはこの福音に使えるために生きているんです。パウロがそう言いました。23節。 In verse えー、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に強く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく、信仰にとどまりなさい。福音は天の下の作られたものにのべ伝えるのであって、パウロはそれに仕えているのです。あめ 私たちの人生から人で外れちゃいけないことがある。それは福音から来る望みから外れちゃいけない。信仰に踏みとどまりなさいと言っています。

<Great> 彼女が福音によってこの問題を突破した、ね、証しがあるのでぜひ聞いてほしいと思います。お願いします。私、半年ほど東京に出張して仕事をしてました。 For about half a year, I was going to Tokyo for business trips and doing work there. We had a new customer. And um, so I would talk to this uh, overseeing parent company and then take um, the work, bring it back to Nagoya. And it was a really big contract. Um, but Tokyo was really tough. あの本当みんな自分のことばっかりでした親会社の人はお客さんとすごくうまく話していましたでも本当、メンバーには平気でバカだと言っていたし、really、自分が本当扱いやすい人が好きで扱えない人とは仕事をしない。 お客さんともあの騙し合いみたいな感じでした。これ多分営業をやってる人は分かると思います sales, s、like. <S <laughs>。どう言ったら面倒なことを避けられるか。Problems, stress, どう言ったら自分が楽か。 それをこうお互いに考えて話し合っている。で私たち子会社だったので、もう最初から下に見られてました。まあ、この問題の中で、私はやっぱかなり気を遣っていました。気を遣うことであの、傷つかないようにしようとしていました。 I thought if I care about everyone else, then I won't get hurt by them. And so I was just putting up a front and trying my best to do work. And, and I knew that God was telling me, you know you're fine just the way you are. But I didn't have any confidence in that and I couldn't change. But at that time, um, something bad happened. でこっちの私の会社で作ったシステムにミスがあってお客さんに迷惑をかけました本当土曜日だったので朝8時から夜の10時ぐらいまでずっとトラブル対応しましたでも,あのあもう終わったなと思って。 でもただでさえ下に見られて厳しい状態なのにもうこれは怒られるなと思って本当に重荷を背負いましたでも次の日あの土曜日だったので礼拝に来たんですけどそこでイエス様が私に触れてくださった。 クリス先生のすべての鎖を脱ぎ捨てようというメッセージでした。そこでイエス様が語ってくださったこと、人にどう思われるかは全く関係なくて、私が私ありのままでいることこそが勝利なんだということです。このことが本当に確信に変わって、例にこうスッと入ってきました。 And this really came into my spirit and gave me so much confidence. あの、and Pastor Yumi noticed that day that I was kind of carrying a heavy burden and she prayed for me. And I thought that was like just insurance, you know, just to make sure I had victory. あの、and I hadn't apologized to our customer yet. まだ謝ってもないのに、勝利感と平安がもう満たされてしまって。っていうことがありました。So、そこから本当にありのままでできるようになりました。本当、このような方法じゃなくて。 自分の力でもなくて本当に福音だけで勝利できた。だから本当の意味で私、神様に栄光を返そうと思いましたで。で、経済的にもすごい祝福されて。 ボーナス去年の場合入ってきました。Had had その他にもあのかなり本当にお金が入ってきて。In, あ、不安になったぐらい。Like, ああとからこれ祝福だと思って。Like, oh, okay、それぐらいもうめちゃくちゃ祝福されて。But, so so、もう本当に。あの でももそれも素晴らしいんですけど自分が本当にイエス様にあって愛で勝てたってことが本当に感謝です。イエス様に感謝してすべての栄光を開始します。素晴らしい証しでしたね。本当にのんんちゃんがもう この6か月間、日に日に暗くなっているのを私はそばで見ていました <laughs> ねすごい責任を任されて、ね、本当に難しい仕事をしてでも本当に今日、今明かししてくれたように彼女は福音によって乗り越えました良くないですか、問題がまだ誤っていないのに勝利感。 まだ問題解決されてないのに勝ったような気がする。<laughs> ね、これが福音がもたらす勝利なんです、ね。私たちの戦いは人じゃないです。ことじゃないです。ね、私たちはいつも福音に戻るときに本当の。本当の 本当に勝利をもたらすことができる皆さん知ってください望みは福音にあります 希望はキリストの中にあるんです。だから信仰に踏みとどまってください。キリストを疑いたくなる時にこそ踏みとどまってください。望みはどこにあるんだって探すんじゃなくて、そうだ、十字架にあるんだ。 人にあるんじゃないです。十字架に服、望みがあるんです。私たちはこの方に使えるんです。皆さん、イエス様に使えてください <Serve Jesus. S 2>、ね。会社に行ってもイエス様に使えてください。イエス様にお茶を出すように、女子にお茶を出してください。<laughs> <laughs> <laughs> ね、イエス様に挨拶するように苦手な人に上司してあいしてみて愛で、ね、本当に飲み干していきたいですね。皆さん、皆さんの人生にいつも目の前にイエス様を前に歩いてもらえるように。 福音こそあなたを勇気づけます、ね。祈りたいと思います。立ち上がってください。お祈りしましょう。目を閉じてください。皆さん、今日私福音のことを話しました。イエス福音のことを話しました。Yes 様はあなたを責めていません。あなたを、たをイエス様はプレッシャーを与えたいのではありません。 イエス様あなたに自由を与えたいだけです。あなたにお重荷を下ろしてほしいんです。皆さん、どうですか今、何かプレッシャーある人いるんじゃないでしょうか心が重いですか何か課題がありますか今日、それを下ろす日です。いつも何か問題がいつも自分の人生には心を。 問題で心が本当に押しつぶされそうだった。Yes, Samuel, Yes 様のことを考えるよりも課題のことばかり考えていた。y e ス様のことを考えるより自分の成功を考えていた。Yes 様,様が許してくれたことを考えないで、いつも人を責めてた。e いた。今日もう一度。 私は福音に帰りたい。 これはクリスチャンが本当に最近救われた人でも長いクリスチャンでも関係ないです。十字架で命を捨ててくださったこのイエス・キリストの最初の愛に私は立ち帰りたいという人いたら手を挙げて教えてくれますか福音を中心に生きていきたい。福音を中心に生きていきたい。アメンアメンありがとうございました。 ろしてください私何か使い方が間違ってたんじゃないか。自分のために生きていた人。また人のために生きていた人。人たた人それも素晴らしいけど。でもそれだと限界があります。そして疲れます。パウロは言いました。私は福音に疲えている。 福井の中にこそあなた,あなたに平和をもたらします。 何か人に使えてた。何かを達成するために使えてた。そうじゃなくて、本当にイエス・キリスト、福井に僕、私はもう一度使えます。そのように思った方、教えてくれますか祈りましょう、えー、ありがとうございます祈りますイエス様本当に正直に手を挙げてくださった人ありがとうございます私たちついつい本当に課題や問題 いつの間にか知らない間に圧迫の中に行きます。プレッシャーを背負ってしまいます。 でも今日もう一度始めないに帰ります。すべて主のためです。すべて主が与えてくださったから。福音に戻ります。そして今手を挙げた人たちが本当の自由を経験しますように。イエス様の皆によってになります。もう一つ聞かせてください。今日初めて来た人。まだイエス様,は、ま、エス様は信じていない人に聞きたいです。 私もこの自由と解放の世界に本当に一歩進みたいでしたね、本当に無条件で愛されるこの愛を知りたい。感謝と喜びの人生行きたい。私、イエス様を信じて一歩踏み出してみたいです。ね、そのように願う方いたら。 ね、勇気あるいるかもしれませんが、教えてくれますか祈りましょう、ね。勇気いると思います、でもすべて知らないといけないわけじゃないです。あなたの心を素直に教えてほしいです。本当に自由と解放、s <S イエスの無条件の愛を欲しいという人です、ね。教えてくれますかね、ね、じゃ今日、洗礼式がありますけど。

イエス様が選んだからここにいます。私たちが意図的に来たのではありません。イエス様が愛して選んでくれたからここにいます。どうぞ今本当に誠意を持って手を挙げた人たちの心に今入ってきてください。あなたは見捨てません。 あなたはイエス様、あなたは希望の方です。どうせイエス様の愛が分かりますように、きょここに救いが来たことありがとうございます。あなたが本当に人生を導いてください。イエス様の皆によって祈ります。イエス様にしましょう。イエーイ、エス様に拍手しましょう。きょも救いが来ました。みんなぜひここを出るときはスキップして出てください。